これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、広島城北自陣41ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック15番ハンドオフへから自らキープ、約4ヤードゲイン。プレーナンバー4-2、広島城北自陣45ヤードからサードダウン4。パス不成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー18番へのパスでしたが、18番キャッチミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4-3、広島城北自陣45ヤードからフォースダウン4。パントフォーメーションを選択します。パンター15番。このパントは総得陣35ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー4-4、総統高校自陣35ヤードからファーストダウン10。ラニワック39番カウンタープレーから右オープン展開、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー4-5、総統高校自陣42ヤードからセカンドダウン3。総統高校ファースダウン。ナニバック39番ハンドオフカーチを突破、セカンドエフォートでファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-6、
総統高校自陣46ヤードからファーストダウン点。総督ファーストダウン、何枠39番ハンドオフから左オープン展開、相手ディフェンスを振り落とき大きく前進ファーストダウン。プレーナンバー4の7、総統高校相手陣18ヤードからファーストダウン点。ここでボールをファンブル。これは総督が自ら抑えておりますが約2ヤードロス。プレーナンバー4の8、総統高校相手陣25ヤードからセカンドダウン13。パス成功。クォーターバック12番、ワイドレシーバー4番にパスを通し約5ヤードのゲイン。プレーナンバー4の9、総督高校相手陣20ヤードからサードダウン8。パス不成功。クォーターバック12番、プレッシャー浴びながらワイドレシーバー4番へパスでしたが、これはカバーされており、パス不成功です。フォースダウンと変わります。プレーナンバー4の10、総督フォースダウン8、プレーを選択します。ギャンブル。8ヤード獲得しないと攻守交代です。ギャンブル成功。ファーストダウン、ランニングバック39番、カウンターで左オープンへランプレー、相手タックルを弾き飛ばしファーストダウン獲得です。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー4の11、総統高校、ファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。タッチダウン。ランニングバック39番、カウンタープレーで右オープン展開、そこから縦に切り上がり、そのままエンドゾーン駆け込みタッチダウン。総統高校6点獲得。キック成功、1点追加。総統高校20点、広島城北0点。プレーナンバー4の13、総統高校キックオフ、キッカー4番。城北リターン、リターナー62番。城北陣45ヤード付近を超えたところでボールデッド、ここからの攻撃と変わります。プレーナンバー4の14、広島城北ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。クォーターバック15番、自らキープしようとしましたが、これはアジャストされ約5ヤードロス。プレーナンバー4の15、広島城北自陣41ヤードからセカンドダウン15。中央へのランプレー、キャリア46番、原因は約1ヤード。プレーナンバー4の16、広島城北自陣41ヤードからサードダウン15。パス不成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー83枚のパスでしたが、パス不成功です。フォースダウンと変わります。
プレーナンバー4の17、広島城北、自陣41ヤードからフォースダウン15。ここでホイッスル。広島城北、後半1回目のタイムアウトを取りました。広島城北、後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の17、広島城北、自陣41ヤードからフォースダウン15。試合時間残り2分59秒。プレーを選択します。ギャンブル。パスサイコーパスクォーターバック15番ロングパス、このパスを12番がキャッチし、大木選手ファースター。プレーナンバー4の18、城北高校ファーストダウン10。ボールオン相手陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー83番のパスでしたが、パス不成功。セカンダウンに変わります。プレーナンバー4の19、広島城北、相手陣25ヤードからセカンダウン10。パス不成功。クォーターバック15番、再びロングパス、しかしこれはパス不成功です。サードダウンに変わります。プレーナンバー4の20、広島城北、相手陣25ヤードからサードダウン10。試合時間残り2分28秒。クォーターバック10は自らキープしましたが、
ゲインは1ヤードフォースダウンに変わります。ここでホイッスル。広島城北後半2回目のタイムアウトを取りました。広島城北後半2回のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の21、広島城北相手陣24ヤードからフォースダウン9。試合時間残り2分13秒プレーを選択します。ギャンブル。パス不成功。クォーターバック15番エンドゾーンへのパスでしたが、このパスはカットされパス不成功です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバープレーナンバー4の22、総督高校自陣24ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリアは39番、ゲインは約1ヤード。時計回ります。プレーナンバー4の23、総督自陣25ヤードからセカンドダウン9。試合時間残り間もなく1分30秒を切ります。なにわ通39番ハンドオフから左オープン展開、そのまま相手ディフェンス振り切り独走エンドゾーンまで走り切りタッチダウン。外高校6点獲得。プレーナンバー4の24、外高校トライ4ポイント、キッカー23番。キック失敗、6点止まりです。総統高校26点、広島城北0点。
プレーナンバー4の25総督高校キックオフ、キッカー4番。ここでイエローフラッグ、反則発生しております。キッキングチームの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働きました。オフェンス同様キッキングも制限時間があります。制限時間に切らなかったことにより5ヤード抜退し、キックオフやり直しです。プレーナンバー4の26総督キックオフ、上高校リターン、三田の46番ナイスリターン。相手陣に入ったところでボールデッド。広島城北、相手陣からの攻撃権となります。プレーナンバー4の27広島城北、相手陣49ヤードからファーストダウン10、試合時間残り52秒。クォーターバック15番、自ら持ち込もうとしましたが、これは読まれており約4ヤードロス。ここでホイッスル。広島城北、後半3回目のタイムアウトを取りました。これで広島城北のタイムアウトはなくなりました。広島城北、後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の28広島城北自陣47ヤードからセカンダウン14、試合時間残り37秒。ワイドレシーバー18番にパスを通しファーストダウン。時計回ります。プレーナンバー4の29、広島城北ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。パス不成功、パスをスパイクし時計を止めます。残り時間7秒で時計止まります。プレーはパス失敗。
プレーナンバー4の30、広島城北、セカンドトゥーゴール、残り4ヤード、試合時間残り7秒。広島城北、ここでクォーターバック16番へのスナップが乱れ、ボールをジャグル、そのボールを抑えたのは総督高校、そのまま総督高校の選手エンドゾーンまで駆け込みタッチダウン。総督6点獲得です。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、総督高校32点、城北高校0点、総督高校の勝利となりました。